立て。前の海賊だろう。海軍本部が負けることはあるのか。どっちが勝っても負けてもえらく死ぬぞ。現れねえのが一番いいさ。処刑だけで済むならそれが一番だよ。おいおい、酒だ酒、親父。こんな日に商売やるってのか。どんな大戦争が起こるか知れないってのに。帰れ帰れ。明日世界があったら店は開けれよ。じゃあ酒だけ売ってくれや。これじゃまるで俺たちまで処刑台にいる気分だぜ。ただのジジイと一緒にするなよ。何も驚いちゃいねえ。 Everywhere Everyone 俺たちはただ座ってるだけのあの男を目にした瞬間、命を諦めた。子供たちでも知ってるよ。縄跳びしながら歌ってやる。世界は一体どこへ行くのですか。海軍本部のある島マリンフォードには主に海兵たちの家族が暮らす大きな町がある。現在住人たちには避難勧告が出ており、避難先のシャボンディ諸島からモニターによって人々は公開処刑の様子を見守っていた。各所より集まった記者やカメラマンもまたここから世界へ情報をいち早く伝えるべく身構えていた。迫る処刑の時間までとうとう3時間を切っていた。緊張を解くな。Actually, I feel... 何が起きてもあと3時間、そこで全てが終わる。世界各地より招集された名のある海兵たち、総勢約10万人。三日月型の湾島及び島全体を50隻の軍艦が取り囲み、湾岸には無数の銃砲が立ち並ぶ。港から見える軍隊のその最前列に構えるのは戦局の鍵を握る5名の癖者たち、海賊オーカ七部会。処刑台の眼下で固く守るのは海軍本部最高戦力3人の海軍大将。今考えうる限りの正義の力がエース奪還を阻止するため白ひげ海賊団を待ち構える。こういう時の女は優しいな、おつるちゃん。イエス、お前の父親の名を言ってみろ。親父、なんだ、こんな時に。
親父は白ひげだ。違う違う、ね、白ひげだけだ。他にはいねえ。Oh, I know he's sort of a bitch. 必死に探したのだ。あの島にあの男の子供がいるかもしれない。サイファーフォールのわずかな情報とその可能性だけを頼りに、生まれたての子供、生まれてくる子供、そして母親たちをくまなく調べたが見つからない。それもそのはず、お前の出生には母親が命を懸けた、母の意地ともいえるトリックがあったのだ。Well, it's so important information. それは我々の目を、いや、世界の目を欺いた。Do anything about their mother. サウスブルーにバテリアという島が、母親の名はポートガス・ディ・ルージュ。ディ・ルージュ。我々の頭にある常識をはるかに超えて、こう思う一心で、実に20ヶ月もの間子を腹に宿していたのだ。そしてお前を産むと同時に力尽け果て、その場で命を落とした。父親の死から1年と3ヶ月を経て、世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。死なうわけではあるまい。生まれてくる子に罪はない。ガープ、俺の子を頼んだぜ。お前の父親は海賊王ゴールドロジャーだ。How crazy. Oh, yeah. I'm turned this information. 息子、これは大ニュースだ。すぐに保持、誤解を出すぞ。生きてきたのか。まだ海賊王の血が。ルフィの実の兄ではなかったのか。ロザの息子。はあ、実の息子が生き延びてたのか。こりゃ奇跡だ。ロジャーに関わるあらゆる人間が当時刑を受けたってのによ。ルフィさんの兄だって言うから、あの人の父親もドラゴンだと。俺もそう思ってた。どうなってんだ、うん、本当の兄弟じゃねえってことか。ガープ、信じられるか。ガープ、ガキが生まれるんだ。残念ながらその時俺はもうこの世にいねえ。海兵の王にさらよってどうする。ロジャー、その母親、お前に怒りである女など極刑に決まってる。だからお前に言ったんだ。政府は必ずこの一年の俺の足跡を洗い出し、彼女を見つけて殺してしまう。だが生まれてくる子に罪はない。ガープ、俺とお前は何十回と殺し合いをした仲だろう。俺はお前なら仲間ほどに信用できる。お前が守る。勝手なことを言うな。いいよ、やってくれるさ。俺の子を頼んだぜ。わあ、そうベリーディテイル。本当に宇宙の一年はいいけど、ロジャー殿、海賊らしくなるところはここで目撃されていい。奴の遠くから10ヶ月以内に生まれる赤子を全て調べよ。逃げ持っている女なのだ。疑わしき母親を殺せ。まだ生まれてきてやだね。ごめんね、まだ。女の子ならエース、タラゲラ、そう決めてた。この子ならゴールディーエース。ガラト、私の子。
ず。お前が育てられたんだ。誰の子？どうや、今日からあそこで暮らせ。そいつらと一緒に暮らすんじゃ。仲良しスペイト海賊団の船長として卓抜した力と速度でこの海を駆け上がっていった時、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が耐えていなかったことに。だが我々と時を同じくしてそれに気づいた白い姫は、お前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う、俺の親父を海賊王にするためにあの船に乗ったんだ。そう思っているのはお前だけだ。お前は死ぬ時期に守られていたんだ。落ちすれば必ず次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそ今日ここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。Oh my god, Boggy, just at the right time in the right place. Use the sea hunt.